荒砥石で出た葉返りは取らなきゃいけないんじゃないかと思うかもしれないんですけど、いろいろね、やり方、考え方があるんですが、私は葉返りは取りません。荒砥石の段階で葉返りをこの荒砥石で取るとですね、せっかく磨いた裏が傷だらけになってしまいます。ですからまだこの荒砥石で出た葉返りはまだ取らずにですね、そのまま中砥石に移ります。ちょっと先に言ってしまうんですが、この葉返りはですね、私は仕上げ砥石まで取りません。葉返りがどういうふうに取れてくるのか、厳密には顕微鏡で見たわけではないのでわからないんですが、いや、研いできた感じで言うと、荒砥石で出た葉返りはですね、中砥石でしのぎ面をこう研いでるうちに少し取れてきます。こう研いでると、この荒砥石の葉返りがここでね、多分取れてるはずです。黒いですね、点々がこう出てきます。荒砥石でできた葉返りが取れながら、中砥石の葉返りができてきます。触ってみると、荒砥石の時の葉返りと中砥石の時の葉返りが違うんですよね。触るとこう微妙に違いが分かるので、同じようにですね、この中砥石でも葉返りが出るまで研ぎます。荒砥石の葉返りから中砥石の葉返りに変わるのがね、ちょっと分かりにくいんで、頻繁にね、指で触りながらこう確認する必要があるんですが、でこれ平面直してあります。で同じようにこう、荒砥石も中砥石もですね、まずはここのしのぎ面をですね、こう平らに成形していくっていうことで使うので、よく削れた方がいいんですね。よく削るためにはですね、水をたっぷり使います。水道がここにあればですね、蛇口から水を少し垂らしながら、水を流しながらやります。力加減もですね、荒砥石から中砥石ぐらいまでは少し強めで大丈夫です。力を少し加えながらですね、中砥石の研ぎの段階でも最初は力強くで、だんだん少し力を抜いてます。研いだこの研ぎ汁みたいのが出たらですね、一回流します。流して、でまた研いでいきます。今葉返りがどんな感じかっていうのを出てますね。だいぶちょっとね、こっち側の葉返りがの出が悪いので、もうちょっと研ぎます。さっきですね、しのぎ面を必ずピタッと密着することが大事だと言ったんですが、その時に密着させて、しっかり研いでると、刃先の角度はですね、大体鋭角の方に寄っていってしまいます。日本のカンナはですね、地金と鋼をこう合わせて作っているので、この部分は地金なんですね。地金で柔らかい金属です。この部分が鋼で硬いんですね。で、硬いものと柔らかいものをこう合わせて貼り合わせているので、同じ力でこう研いでいると、柔らかい方が先に研げていってしまいます。地金の方が先に減っていって、刃先がですね、鋭角になってしまうんですね。で、それで普通に研いでいるようで、かなり先の方を意識します。これが非常に難しいんですが、感覚的なことで、刃先を意識しすぎると今度丸くなっちゃうんですよ。刃先がこの角度がこう丸くなってきてしまうので、刃先を意識しているけどちゃんと密着させて、密着させているけど刃先を意識してっていう気持ちで研いでいると、刃先の角度が変わらずにですね、いい刃がつくんじゃないかと思うんですね。で、押す時に力を入れて、引く時は力抜いて。で、刃先に意識を集中しながらも、しのぎ面がぴったりついていることもこう忘れずに。
この角度がね、こう斜めになってしまうことがあるので、この両側に入れる力の力加減も均等にですね、全体に同じようにかかるように、でそれで私は右と左を変えてですね、こう飛ぶようにしてます。全体に均等に羽返りが出ました。これで次の段階に移ります。今日はですね、歯の痛みが大きかったので荒砥石から始めたんですが、そんなに刃先が傷んでないようだったら旋盤からで大丈夫です。旋盤から研ぎ始めて歯返りが均等に出たなっていうのを確認して、でそこから仕上げに入っていくという順番で大丈夫です。旋盤で中研ぎが終わった後ですね、昔私はこのね6000番に移ってました。旋盤からいきなりね6000番で仕上げっていう風にやってたんですが、ちょっとね3000番を買ったんですよ、ずいぶん前に買ったんですが、この3000番を間に挟むことでだいぶね、なんて言ったらいいのかな、ちょっと難しいんだけど、この3000番がね非常にいいんですよ。いろんな場面で非常に良くて、通常ですね、最初の荒砥石の、あれが300番、400番ぐらいの荒砥石から1000番の中砥石、最後に6000番以上の仕上げっていう順番でいいんですが、その3つだけで、で間にですね、この3000番挟むことで1000番でついた傷をですね、ここで消すことができるんですね。で3000番は3000番の傷がつくんですが、研いでいるっていうことはここに細かい傷がつくんですね。旋盤から先はですね、その傷を消していく作業になります。ここに傷があるっていうことはですね、刃先にも同じような傷がこうギザギザっとできているっていうことなんですね。旋盤でできた大きな傷を今度3000番で消していくんですよ。で今度は3000番の傷がここにつきます。でその3000番の傷を今度私の場合は6000番なんですが、6000番で消して、で6000番でついている傷を今度8000番で消していくっていう、そういうイメージでやってます。いきなり1000番の傷を6000番で消すよりも、間にこの3000番を挟むことでスムーズにそこが流れてくるんですね。1000番の傷を仕上げ砥石の6000番8000番で消そうと思ってもね、なかなかその傷が消えないことがあります。これ目で見てわかるわけではないんですが、実際に木を削ってみた時にちょっと切れが悪いなっていうことが多分あると思うんですが、それはですね、中砥石でできた傷が消せてないっていうことが ほぼ原因だと思います。でその傷をねうまく消していくために間にこの3000番を挟みます。研ぎ方は同じなので、1000番よりも力を抜いてですね、少し力を抜いて優しく研いでいきます。でこの3000番も水につけて水を吸わせてあります。この剣匠のこれなんだっけ、残だったかな、残の3000番すごくおすすめです。これ私はすごく気に入って使ってます。まあ砥石はね好みがあるんで、これが良くないっていう人もいるんですが、この白がね、この白い砥石だと非常によく見えるんですよね、削ったこの削りカスが。で研いでる時の音も好きなんですよね。少しねシャリシャリした音がします。中砥石の1000番の段階でしのぎ面が平面にきれいに研げていると、3000番に移った時の線の模様がですねきれいに出ます。でこれがもしね少しこう波打ってたり丸かったりきれいにできてないと、この線がねきれいに出ません。こう押して引いた時にここの線がねきれいにこう当たってないところがないんですよ。全部当たってるってことがここで確認できます。これがね結構これがシビアに出ます。当たってないとねこういうふうに線が出ません。でこれで平面がきれいに出てるんだなっていうことがこの段階でよくわかります。でこの白い砥石だとねそれは本当によくわかるんで、これ本当おすすめです。はい、今3往復ぐらい研ぎました。
で、この羽交い襟を触ってみるとですね、もう明らかに違います。羽交い襟は今取ってないです。まだこの裏は研いでないんですが、旋盤で研いだ時のこの羽交い襟とは明らかに違う感じになります。今ここにですね、黒い塊がちょっと出たんですね。これが羽交い襟です。気をつけなきゃいけないのが、粗いちょっと大きい羽交い襟がポロッと取れると、その上をカンナのこのしのぎ面が乗るとですね、少し転がったようにゴリゴリってなります。ゴリゴリってなるとですね、綺麗に作ったしのぎ面に傷がついてしまうので、これはねちょっと気をつけた方がいいんですよ。で、めったにそうならないんだけど、もしねそういうことが起きる可能性はある。それを防ぐためにはどうしたらいいかっていうと、上から順番に引いてくるとですね、カスはこっちに残るんですよ。で、乗り上げることがないので、旋盤でついた羽交い襟が取れるまでは上から順番にこう引いてきた方がいいんですね。そうするとここに傷をつけずに研いでいくことができます。これで3000番の研ぎがもう完了しましたね。均等にいい羽交い襟が出たんじゃないかと思います。砥石の粒度が上がるごとにですね、仕上げの砥石に近づくごとに、この羽交い襟はね、この指先で感じにくくなってきます。羽交い襟は本当にねわずかなものになってくるんで、だんだん小さくなってくるんですよね。次は6000番に行きましょう。はい、でこれがキング砥石の6000番。以前はですね、私はこれがもう最終でした。研ぎがね本当に下手だった頃はこれが最後でした。でこれで仕上げて、やってましたが、その頃研いだ刃がねよく切れたんですよ。なぜか下手だったんだけど、一生懸命研いだらですねよく切れてた。本当にねあの頃の方がよくこのカンナは切れてたなと思うぐらいですね。ですから6000番でもねちゃんと研げばね切れる刃が作れます。キング砥石の6000番は非常におすすめです。他のですねメーカーの6000番クラスだと非常に結構高額なものが多いんですが、このキング砥石の6000番はね結構安いんですよ。ちょっとねあの砥石の厚みも薄いんですが、初心者の方で仕上げ砥石迷ったらですね、このキング砥石の6000番非常におすすめです。柔らかいので刃がね多少こう丸くなってても、こっちの砥石の方がねそれに合わせてくれるんで、結構ねちゃんと研げてしまうんですよ。柔らかいのでこの面直しを繰り返せば減るのも早いんですが、キング砥石の6000番がこうなくなってね薄くなってしまうぐらい使えばですね、その頃にはかなり腕は上がってるはずなんですよ。そうなったら今度違うね砥石にこう乗り換えるとかすればいいんじゃないかと思うんですね。だから最初の仕上げ砥石としてはこのキング砥石の6000番非常におすすめです。あまり力を入れずに研ぎます。でこれは水はあまり流さずに、研いだ研ぎ汁はここに残したままですね。でそれで研いでいきます。面直しをして表面が綺麗な状態だと、最初はこの研磨剤が脱流しやすいので結構研げていくんですが、だんだんこの研ぎ汁が乗ってですね、表面にこう研いだ後の粉がうっすら乗ってくると、そんなに傷がつかなくなってきます。そういうことを意識しながらですね研いでいきます。羽交い襟をですね前の方に残しながらこう下がってきた方が刃を傷めずにですね研げますね。はい、で最初はちょっと羽交い襟が乗ってくるので流した方がいいんですが、今流れちゃうかな。ここに黒い点があって、ここにもあります。こことここに、これが多分羽交い襟が取れたもの。こういうのが傷つけるといけないので、最初の1回だけ流して、でそれで使いますね。でここから研ぎ汁は流さずに残しながら、ため研ぎっていうやつ、研ぎ方です。ため研ぎ、流し研ぎとため研ぎ、ため研ぎですね。
はい、このぐらい研げばいいんじゃないかなと。一回この刃がいり触ってみますね。で触るとね、前の刃がいりよりも少し小さくなってるのが分かるんですよ。だいぶ小さくなってる。手のこの引っかかりがだいぶ少なくなってくるんですよね。今刃がいりをですね、まだ取ってない状況で、一回ですね紙を切ってみますね。一応切れるんですよ。切れる。まあ、途中ちょっと引っかかるところがあるんで、そこが歯が悪いんですよね。もうちょっと引っかかる、まあ、歯がいり取ってない状況でこのぐらいは切れるということで、もうちょっといきましょう。で歯がいりを確認して全体に均等にですね歯がいりが出てれば、これでまた今度8000番に行きます。DIY だとね、もう8000番で十分かな。まあ私はこれ以上の高い番手を使ったことがないので、切れ味がどのぐらい変わるのかはちょっとわからないんですが、まあ1万番使っても研ぎの技術がついていかないと無駄になってしまうので、私は研ぎがまあちょっと前より上手くなったかなと思った段階で、高い番手のものを買うようにしてます。で今まあ8000番がギリギリかなというところで、8000番使っています。6000から8000へ研ぎ方は基本的には変わりません。ちょっとね力を緩めていくっていうだけで、ここも優しく研いでいきます。あ、前言ったみたいに上からですね、上から順番に下がってくると。今、8000番で研ぎ終わったところです。刃がいりをまだ取ってないです。少しね、ほんのちょっとこうザラザラした感じがあるかなぐらいのところですね。8000番の刃がいりだとあまり大きく出ません。これ刃がいりがないのかなってこう一瞬思ってしまうぐらいですね、わずかな刃がいりが出ます。でこの状態で一回ちょっと新聞紙をですね切ってみますね。はい、このぐらい切れます。このぐらい切れるんですよね。この段階のですね、紙を切った時の切れ味をちょっと覚えておいた方がいいんですよ。少しね、ザラザラ感があるんですね、切っていく時に。少しザラザラした、ザラつき感はあるんですよ。で、途中でもし引っかかるんだったら、そこに目には見えない欠けがあるんで、もう一回やり直した方がいいんですが、でそのためにですね、一回この刃の右から左までの全部を使って紙でね、紙をね、ちょっと切ってみます。これ非常に大事なんで、端から端まで切れ味が均等にできているかということですね。均等な切れ味が出ているかっていうのをこう端から端までを使って、切ってみた方がいいですね。表裏こうひっくり返しながら両端から均等に切れてますね。これなら大丈夫です。ここからですね、8000番でできた刃がいりを取っていきます。でもうここからはですね、本当に優しくあまり力を入れないようにですね、刃がいりを取るだけですから、あまりゴリゴリこすらないようにします。でこれでまず裏側の刃がいりはなくなったはずです。なくなりましたね。その裏側の刃がいりが今度表にこう回り込むことがあるので、表の方もね、もう一回これもね、優しくですね、このぐらいで。指で触った感じではですね、ほとんど引っかかりがもうほとんど感じられませんね。これがね難しいんですよ。触ってわからないぐらいの歯がいりがあることがあるんで、多分これで大丈夫です。でもう一回紙を切ってみます。
で今ね切ってみるとこっちからこっち半分ぐらいの切れ味はだいぶ良くなったんですが、こっちがねそんなに変わってないっていうのが分かるんですよ。少しザラつき感がやっぱあるんですよね。さっきあの歯返りを取ってない段階で切った時の感じと今歯返りを取った、やっぱこっちの方がよく切れるんですよね。こっちの方がよく切れる。で、こっちがちょっと切れが悪い。あれ逆か。もう一回やってみよう。切れるな。あ、切れるな。切れますね。よく切れる。で、もうちょっとね、もうちょっと切れ味が上がる気がするので、もうちょっと軽く裏表をですね、軽く歯返りを取るという目的で軽くね、軽くこれを繰り返してだんだん回数をどのぐらいでいいかな。もう一回やってみましょう。だいぶ、まあ、これかな、歯の重さだけでこう切れていく感じがあれば力入れないとこう下がっていかないだと困るんですけど、切れてきますね。まあこのぐらいかな。なんかもうちょっと切れ味上がりそうなんですが、もうちょっとやってみますね。今もう一回ちょっと研ぎ直しました。いいですね。あの本当に軽い力で切れるようになりました。あ、さっきと全然違いますね。はいはい、これはいいぞ。カンナバの研ぎはこれで終わります。